週5かける。確かにセミヌードセミヌードってね。あれ口取りさせてもらってます。それはやばい、待って、それだけは本当にやばい、待って、それだけは本当にやばい。めっちゃ振りだったらさ、なので、いろいろやっぽいことがもしかっこいい会社だったらいい、だったら全然嬉しいですよね。お願いします。自分がこれに失礼します。同じ服だ。そうだよ。今日と一緒なんだよ。本当だ。ファイナルも終わりましたけど、初の全国ツアー大変でした。4人になっちゃったから、うん、揃ってないとすごい目立っちゃうから、うん、揃えるのも難しい、見せるっていうのも難しいなって、こちらもさ、ちょっとブーストかけなきゃいけないなと思ってて、最悪これだけは絶対やりたくないですみたいなのをみんなにもちょっと聞いておきたいと思って。草むらに1週間ほっとかれるとこは嫌ですか？水と怖いよね。怖い、虫怖いから。水と、うん、怖い、怖い、爬虫類とか生きてるみたいな。え、嫌ですよ。甘すぎじゃない？甘すぎじゃない。じゃあ、心理一人でカメラに行って、一人で生きてこいっていうのは、それが、レオンの中ですね、草むらに、と一緒で。一緒？一緒なんだ。いや、草むら一人嫌すぎない？怖い。それよりさ、まあ、家に帰ったらさ、クローゼット開けたら一人いるみたいな。テーブルが。なんで面白そう。面白そう。そうなの？怖い。怖いよね。自宅でノーキドキとか。そう。はい。それ面白そう。面白そう。オッケーなの。面白そう。一回やってみたい。例えばじゃあ、ナオミでさ、グラニアで、レモンさんぜひ聞いてほしかったらね。いやハハ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 。じゃあドラマの中で、はい、キスシーンだったり、いや、やりたくはないですけど、どんな人だったらできそう。いや、別に誰でも。なんかその見た目が汚いとか。クロちゃんは？クロちゃんは嫌です。そっち系は。即答だよね。絶対嫌だ。草むら1週間って何？怖くない？草むら。何でも草むら1週間。わかんない。なんか広い、何もない世界の広さを感じるところに一人っていうのが怖い。そんなドッキリ見たことないんだけど、だからそんなに1週間こっちパッとかれたりするのは嫌なの。え、結構 NG 多くなかったじゃん。確かに多かったね。絶対水着は着たくないでしょ。全部全般全般嫌。でもワンピース着ても嫌なんでしょ。そっちの方がエロいじゃん。どう？ワンピースの下が水着の方がエロくない？そんな秘められてる方がエロいって、じゃあむっつりなんだ。だから嫌なんだ。うわー、嫌なんだ。隠してたんだから。嫌なんだ。どうもしちゃうよ。むっつりでした。むっつりです。ダンボールでオフだね。オフだね。めっちゃオフね。これやだ。カメどうしよう。コテつけたまま。近くないダンボール。近いさ、ダンボールの目の前にいるよね。距離感すごい。めっちゃ近いよね。私ファイナルめっちゃ楽しくて、
準備してる時も練習中も、あ、これ喜んでくれそうみたいな、うん、いっぱい想像ついたから、うんうん、超楽しくて、今回だけで終わらせたんだなって思って、ね、続けていきたいなって、うん、そしたらなんかモーアイのライブに行く意味生まれるかなって思って、うん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 、なんかこうやって毎回できたらいいなって思って、うんうんうん、楽しかったです、うん、たげ聞いてたらだけど、なんかいろんなこと、うん、もうちょっとやってもいいのかなみたいな、これだけはやりたくないですみたいなことがあったら事前にちょっと聞いてきたいと思って私、性的な目で見られるのがちょっと本当に無理で、はい、あの私多分ナオがヘルシーな体を出してるのも好きだし、他のグループや見るのも好きだけど、うんうん、なんか自分にそういう空気を感じる時も嫌だし、うん、脱ぐのも多分無理、うんうんうん、性を感じられないんですよ。名言水着まではダメ、水着によりますけど、なんかその性の部分で見せる、なんですかもう、まあ、これはベッドの上とかお風呂とか想像しちゃうっしょ、はい、ついつい。他は、あとは私ワンジも大丈夫だし、うん、虫も食べたし、虫は本当にもう嫌、生きてる場所じゃ本当にそんだけあるにかも。でもでもこの間ロギザクがセミ食べてたから、すごい、それでお金に入るのがやりますね。まあ今回隠し撮り
させてもらいましたけど、皆さん決めましょうか。これ1個は絶対ダメにして。でもさ、やっぱさ、みんなで1個、みんなで1個、1個。私、水着に関してはいやいや水着になってるのを見て嬉しい人いないと思うんだよ。それは思う。私、それは本当に嫌かも。私はもう乳首さえ出なければ、もうこんなにやらない。でも、映像とかだよな。そうか、そうか、常識の部分。テレビでも見るから。確かに、YouTube ダメだった。なんだろうね。虫 NG にした場合さ、じゃあ水着 OK。 え、そうだよね。でも虫よりマシかも。一番虫の方がいい。やっぱり3対 1? どうする？だって、こんなん言われたらさ、ほんと内臓がとか言われたら嫌じゃない。だって足ちゃんと何本かあるんだよ、向かいに。もう水着より虫が NG。 一応ね、いいですか。すごいな。うちらはでっかい虫食べるの NG グループで、いいですか。いいかな、本当に。本当に怖い。本当にいいかな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 。ここでお知らせです。10月30日にですね、渋谷スタジオフリーダムにて、豆柴の大群都内防止 AK モンスターアイドルのワンマンライブ、モンスターナイトナイトメアナイトの開催が決定しました。こちらチケット発売中ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ハロウィン、ハロウィン超楽しみ、ね、一緒にハロウィン何やるんだろう。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画も